ナンバーアンダーラインアイライブツアー2024ダンサーたちの存在が作り出す感動。ファンが熱狂する理由とは、ファンも注目。ダンサーたちの成長と挑戦に迫る。ナンバーアンダーラインアイのファンである ILYs にとって、2024年のライブツアーは待望の瞬間でした。宮城からスタートした今回のツアーでは、 ナンバーアンダーラインアイのメンバーと共にダンサーたちが一体となってパフォーマンスを繰り広げ、ファンに感動を与えました。ダンスはただのサポートにとどまらず、ステージの一部として欠かせない存在となり、ファンの中には、ダンサーの力強いパフォーマンスに特に感謝の意を示す声も多く上がっています。ライブを支える彼らのエネルギーと献身的なサポートは、まさにファンとアーティスト、そしてダンサーたちを一つにする。 家族ののようなものですライブでは、ナンバーアンダーラインアイのメンバーとダンサーが同じ衣装を身にまとい、ステージに立つことで、ファンにとって視覚的にも強い一体感が生まれます。この同じ衣装を着るという行為は、単なるファッション以上の意味を持ち、観客に、我々は一つのチームだ、というメッセージを送っています。ナンバーアンダーラインアイだけではなく、 彼らのダンサーたちもファンにとって大切な存在であり、そのパフォーマンスの力によってライブはより感動的で力強いものになっています。実際に、ファンの多くが SNS やブログでダンサーたちへの感謝の言葉を述べており、彼らがいなければライブの成功はありえなかったと声を揃えています。特に、ダンサーとナンバーアンダーライン愛の息がぴったりで感動した、というコメントが多く見られ、 フファンンたちは彼ららののパフォーマンスの素晴ししさを絶賛していますまた、ナンバーアンダーライン愛とダンサーたちが一緒に踊る姿が、まるで家族のように温かかったという声もあり、ステージ上での彼らの関係性が、観客にも深く伝わっていることがわかります。さらに、ライブツアーの中でファンが強調しているのは、ダンサーたちのパフォーマンスが単なるバックダンサー以上の役割を果たしているという点です。 彼らは曲ごとに異なる演出をサポートし、時にはストーリーテリングの要素としても重要な役割を担っています。例えば、宮城公演では、ダンサーたちが滝に打たれるシーンがあり、その壮大な演出が観客に強烈な印象を与えました。ファンはそのシーンに感動しつつも、これから寒い季節に向けて、彼らが風邪をひかないように気をつけてほしいと言った、 ダンサーへの思いやりを示すコメントも多く見受けられました。ダンサーたちの存在が、ナンバーアンダーライン愛のライブにおいていかに重要であるかは、ファンの反応を見るだけでも明らかです。彼らは、ライブの中で大きな力を発揮し、観客を引き込むエネルギーを作り出しています。ファンたちは、そのパフォーマンスを目の当たりにするたびに、次の公演でもまた彼らのダンスが見たいと期待を膨らませ、 ツアーを通じてダンサーたちとの絆が深まっています。興味深いのは、ダンサーたちがファンに与える影響が、ナンバーアンダーライン愛のメンバーと同じくらい強いという点です。多くのファンは、ダンサーの動きや振り付けを自分の生活にも取り入れようとするほど、そのパフォーマンスに感銘を受けています。ダンスの技術や体力、表現力に対するリスペクトがファンの中で高まっており、 彼らは単なるエンターテイナーとしてではなく、ロールモデルとしても見られ始めています。このような状況は、近年のエンターテインメント業界におけるサポートアクトの位置づけが変化していることを示唆しています。もはやバックダンサーやサポートアーティストは、主役の影に隠れる存在ではなく、ステージの中心に立つ役割を担い、ファンにとってはライブ体験をより深いものにするための不可欠な要素となっています。 そのため、ファンの中には、ナンバーアンダーライン愛のダンサーとしてのキャリアがどのように始まったのか、彼らはどのようなトレーニングを積んできたのか、という疑問を持つ人も増えています。ダンサーたちの背景や経歴に興味を持ち、彼らの成長過程やチャレンジを知りたいという声が多く聞かれるようになってきました。このような関心は、彼らがプロフェッショナルとしての道を歩んできたストーリーに共感し、 さらに応援したいという気持ちを高める要因にもなっていますまたダンサーたちがツアーを通じてどのように成長していくのかそして彼らがどのような課題に直面するのかという視点も興味深い点です長いツアー期間中において体調管理や怪我のリスクは常に存在しておりそれらを克服しながらも最高のパフォーマンスを提供するというのは非常に大きなプレッシャーであるに違いありません ファンはその努力を理解し、彼らが無事にツアーを完走できるよう祈りながら、日々 SNS を通じて応援のメッセージを送っています。特に、ダンサーとナンバーアンダーライン愛が最後まで一緒にツアーを完走できることを願っている声が多く、これはまさに一つの家族のような絆を象徴しています。そして、こうしたファンの支えは、ダンサーたちにとっても大きな力となっていることでしょう。 SNS やライブ会場で直接届けられる応援の声は、彼らにとってモチベーションの源泉であり、ファンとの交流を通じてパフォーマンスにさらなるエネルギーを注ぎ込むことができるのです。ナンバーアンダーラインアイのライブは、ファン、ダンサー、そしてメンバーの三味一体となった協力関係の中で成り立っており、その一体感が観客に感動を与え続けています。今後、ツアーが進むにつれて、 ダンサーたちの役割やパフォーマンスがどのように進化していくのか、そして彼らが新たな挑戦をどのように乗り越えていくのかは、多くのファンにとって興味深いポイントとなるでしょう。また、ファンの期待を超えるような演出やダンスの見せ方が、どのようにライブの中で実現されるのかも注目される点です。宮城公園で見せた滝に打たれるシーンのように、今後も驚きと感動を与えるようなパフォーマンスが期待されています。 一方で、ツアーが進む中で、ダンサーたちにとってのプレッシャーや体力的な限界にどう対応していくのかも大きな課題です。ファンは彼らの健康を気遣い、常に無事を祈っていますが、過酷なスケジュールの中で最高のパフォーマンスを維持することは容易ではありません。今後のツアーでは、ダンサーたちがどのようにしてこのプレッシャーと向き合い、観客に最高のパフォーマンスを提供し続けるのかが問われるでしょう。 こうした課題に対して、ナンバーアンダーラインアイのダンサーたちはこれまでの経験やプロフェッショナリズムを駆使し、ステージをさらに進化させていくはずです。ファンは、彼らの成長と挑戦を見守りながら、ツアーが終わるまで全力で応援し続けることでしょう。そして、ツアーの最終公演では、彼らがどれだけの成長を遂げ、どれだけの感動を与えたかが一つの結実として示される瞬間となるはずです。 ナンバーアンダーライン愛とダンサーたちが一体となって作り上げるライブは、まさに芸術作品そのものです。彼らが共に作り上げる音楽とダンスの調和は、ファンの心に深く刻まれ、その思いでは長く語り継がれていくことでしょう。ツアーが続く限り、ダンサーたちは観客に感動を与え続け、ファンは彼らのパフォーマンスに熱い声援を送り続けるのです。それこそが、 ナンバーアンダーライン愛のライブの魅力でありダンサーたちが果たす重要な役割なのです。